Challenge for future FM Neck 5アロハリベンジサーキットいくつできるかなです。今日はですね、3月最後の放送ということで恒例のリベンジデーですね。そこでですね、今月行ったチャレンジモーニングの中からスタッフが5つを厳選いたしまして、サーキット形式で次々とやってもらいまして、いくつ成功するかというチャレンジですね。で、何をするのかちょっと説明しますね。まずですね、足つぼシートの上で両目を閉じて5秒以上片足立ちで、次これもうあの2つ入ってますよこれ。で、次が割り算を1問、それからバケツでピンポン玉キャッチ、そして NAC5 の番組名に関するクイズを1問、最後はスタッフからのお楽しみ、これが一番怖いということなんですけどもね。じゃあもう移動するですね。はい、ではそのサーキット会場にですね早速移動しますよ。はい、じゃあちょっと靴脱ぎまして、はい、いやこれだよこの色のやつ、これもうやだ、もう会いたくなかったんだけど、うん、じゃあ行きますよ。まず乗るのね。まず乗って用意、はい、スタートで片っぽで1、2、ダメだよダメだよ、まだやんの、うん、痛い1 ちょ、乗って片足で、はい、1、2、そんなにゆっくりもうこれで終わっちゃうじゃんね。じゃあこれちょっと次行くって、はい、じゃあこれ言ってください。60÷7、あと7、8、あまり4、お、当たり、はい、じゃあ次バケツ、後ろバケツ、これで受ける、はい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 、いいよ、はい、はい、せーの、はい、何やってんの、空振りしちゃって、はい、せーの、取れませんでした。で、次、はい、じゃあこれか、はい、これ、はい、はい、これ、あ、じゃあ番組、まだよ。平日月曜日から、木曜日午後5時から、黒田治さんがパーソナリティを、務める番組は、あの、夕方の黒いあの直帰の方の、違う、次、はい、じゃあ最後パス、はい、はい、最後に奥様に愛の一言をカメラ目線スミコを愛してるよ二つ戻る、はい、はい、ということで、はい、最後だけ正解まあいいや、最後だけ正解ならはい、今日のチャレンジの模様は番組ツイッターにアップしますNAC5 のタイムテーブルに何が、リンクが貼ってありますんで、そちらからご覧になってください。チャレンジモーニングの予想クイズの当選者は番組の終わりの方で発表いたします。恥ずかしい。以上、アロハタロンのチャレンジモーニングでした。 79.5 FM